球上の全生物種の約 90% は10万から20万年前に同時に地球上に出現していたことを突き止めた論文です。僕らの生物種が出現する前の生物種たちは一体どこへ行ってしまったんでしょうか。原生生物が20万年前に発生したというのは、20万年前より前に生物がいなかったってわけではありません。現に恐竜や古代生物の化石が見つかっているので、それ自体は存在していたわけです。最も簡単な解釈は、常に進化し続ける生物というものは、どの時代にもその時点で生きている動物が比較的最近出現しているという可能性が高いということです。つまりこの見解では、種が存続するのは一定の期間しかなく、大量絶滅イベントの際に何度も絶滅する道を歩んでいるということです。氷河期や隕石などによる地球規模の大災害、これらは過去の地球の歴史上何度も起こっていて、これらは当時の生物を一掃する大量絶滅につながります。20万年前から10万年前は温暖期から氷期にかけた時期ですけど、それまで繁栄していたほぼ全ての生物は絶滅した可能性があります。大量絶滅を招いた最後の大災害は、恐竜を滅ぼした6500万年前の隕石だと言われています。しかし、それ以降の先代の生物群に何が起きたのかは何も解き明かされていません。ただ一つ言えるのは、現在の生物群が20万年前に最新世代の生物群として突然現れたということです。新しい生物群がほぼゼロから発生して、そこから10万年20万年で進化してきたっていう割には、期間があまりにも短いですよね。長い時間をかけて自然淘汰で進化してきたという現在の定説の進化論では到底説明できない気がします。ノアの箱舟みたいなことが20万年前に起こって、 DNA か何かを持ち出した何者かがいて、災害後に DNA から復活させた種類がほとんどだから、9割がその頃に発生したっていう研究結果が出てしまうんじゃないかなってことも考えたら面白いですよね。